アルナルド・タマヨ・メンデスは、キューバの軍人、飛行士、キューバ共和国英雄。ラテンアメリカ発、アフリカ系としても初の宇宙飛行士、グアンタナモ氏の労働者の家庭に生まれる。9歳の時から果物売り、靴磨きで働き始めた。13歳の時から加工場で働く。革命軍に入隊。1960年から1961年。 ソ連のエースク飛行士高等を軍事航空学校で学び、ミック -15 の操縦に習熟した。1961年、エヘルシトレベリで工業大学を卒業。1962年10月のキューバ危機時、サンアントニオの空軍基地で勤務。偵察と迎撃のために、ミック -15 で20装置以上を遂行した。 1969年から1971年まで、アントニオ・マクシモ・ゴメス革命軍高等学校で学ぶ。1971年から1975年、サンタクララに駐屯する航空旅団参謀長。1975年、副旅団長に任命。1978年3月、インターコスモス計画の宇宙飛行士候補に選抜され。 ガガーリン宇宙飛行士訓練センターで訓練に入る。同年10月、ソユーズ38号の乗組員に指定。ホセロペス・ファルコンがバックアップを務めた。1980年9月18日から26日、ソユーズ38号と宇宙ステーションサリュート6号で宇宙に滞在。9月26日、ソ連邦英雄称号と霊人勲章が授与された。 1981年から1992年まで、軍事愛国教育協会を率いる、第4期国会議員、キューバロシア友好会派の議長、1997年から国防省対外、関係局長、現在、年金生活、キューバ共和国英雄、ソ連邦英雄、プライアヒロン勲章、レーニン勲章を受賞、ありがとうございます。